今日こそ、ジョーのハートを、打ち抜いたるでぇ。こんな強烈な圧の言葉で、連日のトレンドになっている。カムカムエブリバディのベリーちゃん。悪が強すぎるけど、どこか憎めない、挙句の果てにかっこいいんじゃない?とさえ思えるジョーを大好きな女子大生。演じるのは、女優の市川美香子さん。どんな女性なのか気になって、調べてみることに。市川美香子さん。1978年6月13日生まれの現在43歳。東京都のご出身で、血液型は A 型。身長はおそらく169センチ。学歴は都立大崎高等学校卒業。とにかく目立つその顔立ちは、アーティスト奈良美智さんが描く。幼女に似ていると言われるほど特徴的で、確かに、社会に対しての不満を込めて、大人たちを上目遣いで睨みつける。あの幼女の表情に似ているかもしれませんね。そんな個性的な顔立ちの市川さん。この世界に入ったのは、実は、その姉の影響が大きかったのだとか。その姉は誰なのかというと、モデルで女優の市川美和子さん。市川美香子さんの2つ年上で、現在45歳で未婚。美和子さんは、15歳から、アンアン、キューティー、モンノ、オリーブなどで、すでに活躍するカリスマモデルでした。1998年には大滝詠一さんプロデュースのシングル曲ポップスターで歌手デビューし、2000年に映画アナザヘブンで女優デビュー。以降は女優として活躍している姉の市川美和子さん。意外にポンキッキーズで覚えてる方も多いかも。そんな姉に誘われて美和子さんも中学生の頃からモデル活動を始めることに。16歳で2万7000人の中から選ばれて、オリーブの専属モデルとしてデビュー。モデルとしては順調だったのですが、高校3年生の時には、さすがに進路に迷います。大学に行くのか、モデルの道に進むのか。悩んだ末に、オリーブの編集長に相談したら、人生には、それぞれの時計があって、みんな一緒じゃなくてもいい。もし、大人になって勉強したいと思った時は、その時にすればいいとアドバイスされて、モデルの道を選んだそうです。ただ、姉がカリスマモデルだから、というだけで、安易にその道に進んだのではなかったのです。その証拠に、市川さんは高校3年の夏休みには、大学受験に備えて予備校にも行っていたくらいですから、意志が強そうな見た目とは違って、とても繊細な女の子だったんですね。二十歳までオリーブ専属で活躍後は、キューティー、チッパー、スプーンを経て、ソーエンや銀座など、モード系の雑誌のモデルとして活躍。姉と並び称されるほどのカリスマモデルとなっています。抜群のスタイルと個性的な顔立ちで、やがて姉と同じく、女優としても活動することになる。市川美香子さん。しかし、本人は映画のオファーが来ても、当初は内容も聞かずに断っていたそうです。その理由は、自分にはお芝居なんかできないし、本業のモデルの仕事がおろそかになるのは、好きじゃないという理由でした。ですが、一方ではモデルの仕事にも、疑問を感じていたちょうどその頃、映画タイムレスメロディーへのオファーが来ます。1998年の短編映画、How to 柔術で映画デビューはしていましたが、自分の中での葛藤に終止符を打つつもりで、監督と会って話をした際に、そのままでいいから、という一言で吹っ切れて、長編映画に挑戦します。すると、思った以上に現場が楽しくて、心境にも変化が出てきた市川さん。あれほど悩んだことが信じられないくらい。2001年映画トラバイルでは自分から出たいとまで思えるようになったのだとか。それで毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞を獲得。女優として覚醒した市川美香子さん。2003年には初の主演映画ブルーで小西真奈美さんとダブル主演して第24回モスクワ国際映画祭の最優秀女優賞を獲得。
2016年の大ヒット映画「シン・ゴジラ」では、対ゴジラ組織のスペシャリストの小頭ヒロミ役を演じ、その無表情で化粧っ気のないいでたちと、早口で的確な発言をする悪の強いキャラクターで、小頭ブームまで巻き起こして、第40回日本アカデミー賞優秀助演女優賞などを受賞。その卓越した演技力は映画だけにとどまらず、2018年ドラマ「アンナチュラル」、2021年「大豆田とわ子と3人の元夫」では、演技の振り幅の大きさに驚かされています。その上、あの NHK の人気番組「ドキュメント72時間」のナレーションも彼女だったなんて驚きです。映画やドラマ、CM にと引っ張りだこの市川美香子さん。実は、もう一人お姉さんがいるそうです。三姉妹の長女で市川和歌子さんとおっしゃって、地元では美人三姉妹で有名だったとか、一般人で会社員、既婚者でお子さんもいらっしゃるのだそうです。三人の中では絶対権力者だったんだとか、どこも長女は強いのかもしれませんね。市川美香子さんのプライベートですが、結婚はされているのでしょうか。結論から言うと、未婚だということですが、彼氏もいなかったのか。不思議に思って調べてみると、市川美香子さん。最近では、全く、そっちの情報はなく、唯一、その噂があった相手が、俳優の加瀬亮さんでした。二人の馴れ初めは、2007年携帯電話の CM の、恋人役の共演がきっかけで、私生活でも付き合うようになったということです。しかし、ほぼ事実婚状態だったにもかかわらず、二人は2016年頃に破局しています。そうなった理由は、映画で共演した韓国人女優との浮気と言われていますが、そのことよりも決定的だったのは、戸田恵梨香さんとの二股交際報道が、おそらくは決め手となって、二人は別れることになったと言われています。ドラマスペックの共演で意気投合した。加瀬さんと戸田さんは2015年のドラマ、この街の命にで再会し、交際に至ったようです。しかし、この二人も結局は破局していますから、市川さんはとんだとばっちりだったかもしれません。その後の市川美香子さんには、全くと言っていいほど浮いた話もないのだとか、そうなるのも納得できる話があって、彼女の結婚観はとても慎重で、そこへ飛び込むまでは石橋を割るくらい、叩くタイプなんだとか。ですから、今まで付き合った男性も、意外に少ないのかもしれません。今や、名ヒロインの隣に彼女ありとまで言われる、市川美香子さん。初の NHK 朝の連ドラとなるカムカムエブリバディでも、深津さん演じる、ルイを恋敵として、絶妙の距離感で、ジョーに憧れとも言える。恋心を抱く金持ちの女子大生の役で、お茶の間で人気急上昇となっています。深津さんとも、小田切さんとも初共演で、自身が演じる、ベリーちゃんについては、ベリーは、勢いのある印象で、発言に裏表もないし、バシバシと物を言う印象を受けましたが、相手に言ってるようで、実は言ってないというか、圧は強いんだけど、繊細でもあるんだとか、自身のジョーに対する強い思いとは裏腹に、ルイとジョーが共鳴し合う場面に出くわすことの多い。最近のベリーちゃん、ある意味、市川さん自身と被るとこもあったかもしれません。意外ですが、モデルになった当初は、撮られることが恥ずかしすぎて、岩のようになっていたという市川さん。今も、その恥ずかしセンサーは、密かに稼働中とか。余談ですが、市川美香子さんは、高校生の頃、いつも遅刻して、学校に行っていたそうです。その理由は、大好きな朝ドラを見たかったから。なんとも微笑ましい限りです。いかがでしたか？皆さんはどう思われますか？今度は、自身が、その憧れの舞台に出ている市川さん。今後の彼女の活躍と幸せを、陰ながら祈りたいと思います。それではまた、次回お会いしましょう。